我が国の安全保障に関する重要事項を審議する機関という内容に変わっています。この2つの変更について政府の見解をお聞かせください。本法案では現行法第2条で定めていた内閣総理大臣の諮問等について従来よりも拡大して審議を行うためとして、これまでのいわゆる旧大臣会合に加えて総理、官房長官、外務大臣、防衛大臣からなる4大臣会合と、あらかじめ総理大臣により指定された国務大臣による緊急事態大臣会合を設置することとしています。その意義についてお聞かせください。新設する4大臣会合が平素から機動的、定期的に開催する実質的な審議会であり、かつ中長期的な国家安全保障戦略の策定を含め国家安全保障の基本的な方向性を定めるものとされていますが、現行法による旧大臣会合がこれまでは実質的にその役割を担っていたものと考えられます。この2つの会合のそれぞれに有する機能的役割についてご説明いただきたいと思います。また新設する4大臣会合によって頻繁に審議が行われ、国家安全保障の司令塔として機能することを考えてみた場合、従来の旧大臣会合が有してきた文民統制機能が形骸化してしまうのではないかということも考えられます。この点についての見解をお聞かせください。今回の改正では緊急等のやむを得ない場合においては副大臣に職務代行させることで柔軟な対応を可能にするとされています。現行法による安全保障会議における旧大臣会合等においても、迅速に対応するための環境整備等として考えた場合、副大臣等の職務代行を導入することは法改正などでもってこれまでにも可能であったと思われます。なぜ今回の法案でその職務代行の権限を新たに付すこととなったのか、その意義についてお聞かせください。本法案では国家安全保障に関する重要政策に関し総理を直接補佐する立場でそれぞれの会議に出席し意見を述べることができる国家安全保障担当総理補佐官を常設することとなっています。この安全保障担当総理補佐官についてはその役割から実質上総理の意向などを会議で意見する立場ということになりますと、会合における総理の意向が、意思が今までより強く働いてしまうのではないかという懸念も拭えません。この専任担当を置くことについての考えをお聞かせください。最後に、本法案については新たに設置された特別委員会においても徹底して審議を行い、その審議経過については広く国民にお伝えをし、当然のことではありますが、国民が国家安全保障会議の設置意義についてしっかり納得できる議論の成果とすることができないとするならば、このような大きな改正を行う大義こそ成り立ちません。時間をかけて緻密な審議をしっかりと積み重ねるとともに、調和的な平和を希求実現するための外交安全保障政策に努力されるよう総理に重ねて申し上げ、私の質問を終わります。二瓶デイビタン。内閣総理大臣安倍晋三君。田町レニー議員にお答えいたします。本法案の名称の変更についてお尋ねがありました。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中、国家の存立に関わる外交安全保障に関する諸課題については私を中心として政治が強力なリーダーシップを発揮し、国を挙げて機動的戦略的に国家安全保障政策を進めていく必要があります。このような観点から会議の名称を国家安全保障会議とし、その審議事項についても従来の審議事項である国防の重要事項に比べ、より包括的な概念である国家安全保障の重要事項とすることといたしました。法律の名称等はこうした考え方を明確にするため変更したものであります。4大臣会合と緊急事態大臣会合の設置の意義についてお尋ねがありました。4大臣会合は国家安全保障会議の中核であり、外交安全保障に関する諸課題について総理、官房長官、外務大臣、防衛大臣が平素から審議を行います。
外交防衛政策の司令塔として機能し、戦略的な観点から基本的な方向性を示します。緊急事態大臣会合は、緊急事態に際し国家安全保障に関する重要事項について高度に政治的な判断を行います。また国家安全保障の観点から政府が取るべき措置等について総理に建議することができます。四大臣会合及び九大臣会合の役割についてお尋ねがありました。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中、外交安全保障に関する諸課題につき、私を中心として関係閣僚が平素から戦略的観点を持って審議を行い、政治が強力なリーダーシップを発揮することが必要であるため、四大臣会合を新たに設置をし、外交防衛政策の司令塔としての役割を果たします。他方、現行の安全保障会議は国防に関する重要事項について文民統制機能を果たしてきており、国家安全保障会議設置後の九大臣会合もこのような機能を維持します。四大臣会合を新設することにより、九大臣会合が形骸化しないかとのお尋ねがありました。四大臣会合が国家安全保障に関する外交防衛政策の司令塔として、戦略的観点から基本的な方向を示すものであるのに対し、九大臣会合は国防に関する重要事項について審議を行い、文民統制機能の維持を図るものであり、それぞれの会議が有効に機能することとなると考えます。副大臣の職務代行についてお尋ねがありました。新たに設置する国家安全保障会議は、外交安全保障に関する諸課題について平素から戦略的観点を持って、従来の安全保障会議よりも機動的に審議を行うことが期待されており、また必要がある場合には急遽会議を開催することもあり得ます。このため、国務大臣が不在のときに国務大臣の長を務める行政機関の見解が国家安全保障会議の審議等に反映できない状況を避けるため、副大臣等が職務を代行することができるようにしたものであります。国家安全保障担当総理補佐官についてお尋ねがありました。常設化される国家安全保障担当総理補佐官は、総理直属のスタッフとして国家安全保障会議に出席するなどして、国家安全保障会議に関する重要政策に関し総理に対し助言を行い、その判断を達せる役割を担います。総理補佐官は私の命により国会議員である場合には政務に関わる事柄等を担当するとともに、国家安全保障政策の事務方の責任者である国家安全保障局長と密接に連携し、私をしっかりとサポートしてもらいます。以上であります。これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。